こんにちは、性別イラストレーターの川合と申します。すごい映像が続いたのですごく恐縮なんですけども、少女がクジラと出会ったというタイトルでちょっと、話をさせていただきます。本来このような場で話せる立場ではないんですけれども、科学映像社会貢献という意味で、ちょっと普通の人とは変わった活動をしているので、それをご紹介させてください。では始めさせていただきます。私はもともと水族館の学芸員になることを目指して、水産系の大学に行きました。ですが、在学中に、博物館や水族館の展示の面白さに、気づきまして、卒業後、独学で、海洋生物を主に描く、生物イラストレーターになりました。これは学生時代の博物館実習の様子です。セイウチの赤ちゃんの面倒を見てました。で、今まで書いてきた本の一部です。まあ、こんな本に絵を提供してきました。ご覧になった方もいるかもしれません。私がイラストを描く際には、なるべく資料を集めて、それをもとに形にしています。これはあるクジラを描くときに使った、外部形態の計測値とか、外部形態の姿を写した写真です。まあ、こういう資料を使って描いています。で、まあ、こういう資料をもとにしてこんな感じで、これは、まあ、クジラの場合ですけどクジラを再現しまして、で研究者とこれで妥当かというのを協議して、で、最終的な絵に仕上げていきます。精度がなるべく高くで、見る人が見やすい分かりやすいイラストを描くように心がけています。まあ、描いてきたイラストをいくつかご紹介すると、こういうものを描いてきました。これはクジラの全種類ですね。時に額を描いてみたり、クジラだけじゃなくて何でも、海の生き物であれば何でも描いてます。海の生き物、水の中の生き物であれば何でも描いてます。これはザリガニですね。アメリカザリガニです。ジャムステックの、本に提供したウニの内部構造図です。まあ、何でも描いてます。で、時には、研究用の、イラストも描いています。これは長崎の水族館で行われている、イルカの認知実験の様子です。私が描いたイラストを見せて、イルカに見せて、どこで、あ、同じ、これは描いた絵といるイルカは同じなんですけども、どこで仲間を見分けているかというのを、実験しています。こんな感じで、どこでお仕事をさせていただいています。私のライフワークっていうのは、見た人に生物の興味を、持ってもらうことです。でイラストレーターになったのもそもそも、イラストが生物の魅力を伝えるのに、効果的だと考えたからです。そのため、より良い生物の見せ方っていうのをいつも、考えています。まあ、そんな中、一つの手法として 3D モデリングを、数年前から始めました。イラストの中に、平面のイラストに奥行きや動きを加えることで、より多くの情報を伝えられると考えたからです。で、まあ、こんな感じで作っていって出来上がったのがこういうものになります。技術的な部分で言えば、決してすごいものではないんですけども、生物としての精度としては、ナショナルジオグラフィックや、BBC の CG なんかに負けてないと自負しています。これは、まあ、イルカ2種類なんですけども、下の方のイルカ、ハシナガイルカっていうんですけど、これは NHK のダーウィンの北で使ってもらったりしました。で、CG を作り出るようになりまして、そして次にその CG を使って、生き物の情報を伝えるにはどうやればベストかというのを考えました。で、プロジェクターを使うことがある日思いつきました。当たり前のことなんですけども、プロジェクターの映像というのはスクリーンに近づけば小さく、離れれば大きくなります。
つまり投影した生物を任意のサイズで見せることができます。で、さらに、それをプログラムできる友人に協力してもらいまして、この CG をリアルタイムで動かせるアプリケーションを開発しました。名前をライターになると言います。で、まあ、これが映しているところです。スクリーンを水槽に見立てた展示になります。ライタニュアルはあらゆる生物を展示できるシステムです。飼育が不可能な巨大なクジラや、CG で作ればあるいは絶滅した恐竜でも実物大で見せることが可能になります。で、動物っていうのはさらにインタラクティブに動かすことが可能です。これはスクリーンの前に集まった人に、クジラを寄せて、口を開けて驚かしているところです。この写真は、お母さんと赤ちゃんが、ライトアニマルのクジラと遊んでいる様子です。ライトアニマルを用いれば、誰でもクジラの大きさを体感し、さらに彼らと遊ぶことができます。生き物の魅力を伝えるのに有効な手段ではないかと考えています。で、ライトアニマルはシンプルなシステムなので、持ち歩きが可能です。この画像の、左にある旅行カバーにシステム全部入ります。ですので大掛かりなシステムと違って、人が来るのを待つのではなくこちらから店に行くことができます。例えばこれは、東大附属病院の院内学級の様子です。私は年に数回ボランティアで、お絵描き教室というところで行っているのですが、その時にライターのクジラを展示しました。いろいろちょっと条件が整わなくて、実物大というわけではちょっといかなかったんですけども、それでも子どもたちに使うのは、海の中の様子を楽しんでもらいました。もちろんこのクジラっていうのは高い精度を持っているので、教育用としても使うことができます。この写真でも、ライターニモルを使ってクジラについて説明をしています。この映像は、足立区のイベントの様子です。クジラの研究者の解説に合わせてクジラが動く、いわばクジラショーを行いました。ライトアニマルを、情報処理系の技術と組み合わせれば、様々な発展型のものは、皆さんのご想像の通りです。各種センサーとつなげてみたり、携帯端末との連携や AR などなんかいろいろ考えられると思います。精度の高い、動物 CG とインタラクティブ性を備えたライトアニマルによって、生物教育の可能性というのはもっと広げられると考えています。で、ライトアニマルがもたらすものっていうのは単純な生物の情報だけではありません。あまり知られてはいませんが、水族館や動物園の展示というのは、膨大な生物の種の上に成り立っています。生物は基本的に海洋だけで、子孫を残せるものがごくわずかです。そのため展示できる生物が今急速に減っていまして、このことが最近 NHK の番組でも取り上げられました。この写真は、学生時代ですね、ある水族館の生物採集に同行させてもらった時のものです。全部合わせるとここにいる生き物、多分何十キロという単位になると思うんですけども、実際の展示に使われるのはこの中のごく一部で、残りは全て捨てられます。生物の大切さを伝える水族館や動物園が大量の生物を殺しているのは矛盾していまして、これを避ける努力をしなければならない、なりません。で、私はライトアニマルがその、水族館や動物園の死を減らすのに役立てられると考えています。実は、私だけではなくて水族館や動物園の生き物の展示を見直す動きというのは世界で広がっています。左はアメリカの国立水族館で、イルカの飼育中止を検討する記事、右はモナコの海洋博物館で CG による、サメの展示を紹介するニュースです。もしライトアニマルが、生物展示の一部でも肩代わりできればその分命の消耗を減らせます。例えばイルカショーをライトアニマルの代わりにすることで余ったエネルギーはイルカのケアに当てることが可能です。このことから、欧米の生物展示に反対する団体や研究者から、ライトアニマルは、大きな支持をいただいています。
画像はアメリカの環境保護系ニュースサイトに載った大団円の紹介記事です。彼らの推薦ですでにいくつかの海外の施設からも問い合わせをいただいています。この画面も海外の紹介記事です。今後ライトアニマルが生物展示の代わりになることを証明して水族館の展示を変えるきっかけにできればと考えています。最後に、子どもたちがライトアニマルのクジラと出会った時の様子を動画でお見せしたいと思います。講演のタイトルにもありましたように、女の子がクジラと出会ったらどうなるのか、ライトアニマルの効果をご覧ください。